個人的に無元素キャラクター来てほしい。元素の力を使わず自分の力だけでプレイアブルに登り詰めたとかロマン。どうだろうな、無元素で言うと今んとこダインスレイブがもし実装されるんだったら、まあ、神様のことダインスレイブ嫌いだし、なんか使ってるエネルギーもどっちかっていうとアビス寄りだから、ダインスレイブが実装されるとしたら、まあ、多分実装されると思うねん、ダインスレイブ最後の方だと思うねんけどな、原神の。まあ、その時はもしかしたら無元素キャラクターが実装されるかもしれない。レザー、一応レザーは雷の神の目持ってるからね。まあ、物理はある意味無元素だけどな。クセで率80ダメ220、物理バフ150と率60ダメ160、雷バフ80、送信2突ならどっちがいい？これも型の問題やん。国性物理型と雷型でどっちがいいかって言われても、それは刺さるところ、相手のモンスターが人型モンスターだったら十分物理型も刺さるだろうし、逆に遺跡守衛だったら物理型刺さらんでしょ。ただ雷型の方が強いっすね。今原神物理弱いんで、割と引くほど弱い。草元素が追加されてちょっと弱かった雷元素も軒並み強化されたし、まあ、超開花烈開花でね、いろんなキャラクターが救われてる中、物理だけ今マジで不遇なんで、ナヒーダと組ませて激化してる国勢の方が強いだろうな。雷型の方が楽しいしね、国勢は。物理型で使おうと思ったらちょっとスキルとか切りづらいしな。レザー君だって頑張ってるんだぞ。いや、レザー君を救ってくれ、頼む。急がなくていいから、レザー君が救われる世界を待ってる。ラインスレイブは物理で実装されます。素手で殴ります。ラインスレイブってでもめちゃくちゃ強いよね。真っ向の剣でしょ、二つな、かっこいい。うん、いや、私も実はね、元カンルイヤ人でね、真っ向の剣の部下として働いてたんですけど、ラインスレイブさんマジめちゃくちゃかっこよかったっすよ。そんなことはないんですけど、いやー、ラインスレイブいまいちまだ戦闘描写が少ないからわからん。